どういう状態？どうなってんの？え？気をつけよ。怖いなこれ。先日沖縄の国頭村っていうね、沖縄の一番上のところにあのテレビの釣りロケに行ってきて、そのテレビのね、あの告知はまた後でするとして、そのね、そこで釣れた巨大ハタ、超巨大なハタが釣れたんやけど、もう私のサイズはまだ赤ちゃんサイズなんやけど、赤ちゃんではないな、レギュラーサイズね、沖縄から大阪に送ってもらって、今日はそれをせっかくなんで、あのちょっと食べたいなって。もう私あのハタ系は食べれないんで、魚アレルギーで食べれないんで、まあ、家族に振る舞うとしてちょっとさばいて、あの調理していきたいなと思ってて、でもちょっと大きすぎるから自分の家ではちょっとさばききれないということで、私ね、あの親戚に魚屋さんがいるの、魚屋さんで、今日はね、見てください、ここ泉佐野漁業協同組合青空市場だけど、今日はなんとね、水曜日で定休日なんですけれども、はい、今日はちょっとね、厨房を貸してもらって、厨房っていうん、そのさばく台所貸してもらって、ちょっとあのさばいていこうかなと思っております。こちらですね、ちなみに私のね、あの親戚はエボシという名前でね、あの魚屋さん出してるので、皆さんあのぜひあの魚買いに来てくださいね、エボシに。待ってます、エボシエボシ。ということで、はい、魚屋のおばさん今日魚屋のおばさんですか？すごい、ここめっちゃ似合ってるけど、ここ似合ってる、すんごい似合ってるけど、出す入っていいかな、うん、お邪魔します。お邪魔します。うわすげえ、こういう感じね。うわ真っ暗よ。真っ暗やで、すごい。今日お休みなんでガラリとしてますが、わお。はい、じゃあさばいていきましょうか。はい、頑張ります。魚屋さんになる時の人がすごい、誰も現場のおじさん的な感じで丸子作業行きます。さっくやはい、こんな感じです。だーん、これね、茶色丸旗っていう、名前なんよ、正式名称は。まあ言えば、私らが知ってるクエやアラと同じ魚なんやって。で、あったかいあの水域に住んでて、で鍋にも、鍋とかにすごいいいって聞いたかな。だから食べるんなら鍋かなっていうところなんやけど、私が釣ったこれは15キロやった。あ、17キロや。私が釣ったこの茶色丸旗は17キロやってんけど、これもレギュラーサイズまだ。これでレギュラーサイズやで。だからまだまだ大きくなる。すごいよな。ほら見て、やっぱカサゴとかと一緒にさ、こんなところに見て、ほらちゃんとトゲがある、エラにもな、隠れてるやろ。でほら、この背びれもすごくて、ほら見て、こんな感じで綺麗な。でもこの茶色丸旗っていうぐらいで、この茶色い、鮮やかじゃない、この斑点模様が。すごい、口も多分相当やばいですね。もうこれ相当、歯がやばいね、これ。何層にも気持ち悪い。よし、じゃあやっていきます。お、魚屋さんっぽい魚屋さんっぽい。なんかさ、ワニの鱗切ってるみたいじゃない？うわすごい見てすごいなんかこれ財布にできそう。ほんまや、欲し
しお乾燥させてさ、カチューシャにしたいじゃん。みたいな。ちょっと決めそうやのにな。あの方がやっぱ硬いんだな。結構力いるこれ。めっちゃ力いる。料理っていうよりなんか、うん、なあ、なんかもう、なんやろ、大工さんって感じやな。大工さんって感じ。ああ、なんかもう解剖みたい。解剖やでな。ああ、解剖。解剖ちゃうこれ。うわ、すごいな。綺麗見えた。綺麗ちゃう。偉いよ。あ、偉。深いかな、ちょっと。いや、そう思うぐらいがちょうどよかった。特に背中。あ、いけてると思う。あ、いけてるわ。いけてるやろ。まあ、分厚ない。分厚い。分厚いよな。お、うまい、うまい。お、うまい。力やっぱある人はね、うまくさばけるかも、これ。うまっ。おかんばりうまかった。めっちゃ綺麗。ちょっと待って、こんな綺麗にさばけるの初めて見た。しんどいやろ、しんどいやろ。あ、目切れてる。あー、あー、これ痛い。うわ、いい切れ味やな。いい切れ味ですね。手術してるみたい。ほんまにな。ここがめっちゃかっこ、ぶわっとこんなの、こんなのね。よし、いきますよ。見てみましょうか、中身を。これ、開いて見てみたらいいって言うから。胃袋。うん。へぇ。胃袋が硬い、ほんで。ほんまにこれ胃袋？ほんまに胃袋なの？すんごい見て、分厚いね。イカみたい。いや、おやん。すっごい分厚いね、これ。ちょっと、規格外でさ、マジ胃袋かわからんくて。うわっ、うわっ、なんも食うとらんわい。うん、かわいそう。もう食べてないわ。消化したな。一緒一緒、もう一緒一緒。ああ、早いな。わあ、そんなしていくんやな。なるほど。ああ、気持ちいい。あ、気持ちいい、めっちゃ。もうそれごと剥いでまうの？ちゃうんか。間を行ってんねん。間を行ってんねん。細かいで。いや、もう大体綺麗に撮って。どうぞ、これ。今度教えてよ。うわ、ここに内臓ついてたら、一緒に。あ、そうか。
すごいすごいな。そうそう。ちょっと中心部。中心。絵にやったらその。うわあ。すげえ。うわあ。すげえ。うるさい。すごい。うわあ。だけですね。3枚におろすだけになりました。すごい。これでもね、皮入ってるから包丁が入りやすい。ああ。ほら。ほんまやな。こうやってまず切れ目を入れて、うん、いけましたね。切れ目入れて、うん、で、骨の上切る感じ？はい。けど重たすぎてなりませんわ。こうして、はいはい、おおほお、できたー。わーはー、すごい、大丈夫でしょ。
はい、鍋にして食べまーす。待って、すいません、贅沢コース行ったってください。マルコスイルミさん、ほら、来たの。はい、入れました。はい、出来上がりました。じゃんじゃじゃーん。さあだーん。何やん、入ってる、お、入ってますか。あ、ちょっと待って、めっちゃ美味しそう。お、お姉ちゃんに食べてもらいます。お願いします。食べるよ。はい、どんな味なんやろうな、何に近いんかな。タイに近いんじゃん。タイに近いんかな、うん、お、どう。うん、うまい。コリコリとコリコリしてるんて、うん、フグみたい。タイどっちかやったら、まあフグ、フグ、フグ系やろ。フグ系らしい。フグ系なんて、うん、食べれる、ま、全然、うん、全然食べれる。フグ系やっていいやん。フグとも違うけどな、まあ。フグとも違うけどな。しっかりしてる身が。うん、熱く切ってよかったんちゃう。そうやな。な、うん。ちょっと私は魚アレルギーで食べれないんでね。皆さんに食べてもらってます。おじいちゃんとお母さんに今回は食べていただこうと思います。うん、はい、お母さんも。タコやろ、うん。タコやろ。あんたが食べたのは今。不正するな、不正するな、ちゃんと食べてください。じゃあ、はい、食べてください。じゃあいただきまーす。はーい。めちゃくちゃ美味しい。え、めちゃくちゃ美味しい。マジで、マジで。ええ、めっちゃ美味しい。どんな、何に近かった。フグ、フグっぽいってこと。いや、また違うな。また違う。うん。ちゃうけどめっちゃ美味しい。そう。全然あり。マジで。全然。全然あり。ありっていうか高級魚やから。そらそうやでな。うん。ええー。もう美味しい。マジか。ほんまに美味しい。ええー。ハマチとかブリとかより全然好き。マジか。うん。テレビ、テレビ私が映ってる今。そう、そういえばね、あの、泉佐野市の PR 大使に就任させていただいて、今ね、ちょうど放送されてて、ちょうど放送されてて、あの、私がテレビに今映ってるところなんですけど、はい。皆さん、あの、泉佐野に遊びに来てくださいね。あの、PR しておきます。素晴らしい街なので、本当に。遊びに来てください、泉佐野市。関西空港もあるし、マルコスの家もあるし。けどな。うまい、重かった。うまい、美味しい。全然美味しいな、マジで。マジか。マジで美味しい。あっさりした身やな。あっさりした身。うん。あの、ご近所さんにもな、配ったね。あ、よかったと思う。よかった。あの、絶対美味しい。美味しく食べてくれてるかな。あれやわ。昨日だっていっぱいさ、で、あんだけでかい魚やからさ、自分家で食べきられへんから、うん、配りまくったんよ。やっぱりこの、鍋が一番美味しいやな。絶対美味しい。そうそう。あの、フグって、言うて出してもうたら、フグって思ってる。どういうこと？いや、今、ここ鍋やでって言って、それくらい感じ似てる。マジで？そんなことないけどな。じゃあ、フグとクエどっち好き？そら、フグや。やばいな。うんうん。何も美味しい。えみ、ー。うん。こんなん、あの、買って食べられへんと思う。高くて。高いで。ここまで贅沢に。これは高い。買ったらえらい高いやろな。高いと思う。高くてよくかわいい。はい、まあそんな感じでね、皆さん、あのね、あの、無事美味しくね、いただいてもらいました。私は残念ながらね、またアレルギーで食べれなかったんですけど、あの、美味しそうに食べてもらって嬉しいです。ありがとう。ほんまに美味しかった。クエさん、アラミバ、ありがとう。ありがとうございます。
番組はですね、4月の18日火曜日の、夜8時から9時 BS ジャパネクストやで。お兄ちゃん覚えた？ちょ、顔ややこしいって。覚えた覚えた。もう一回言ってじゃあ。え、 BS ジャパジャパジャパ何？ジャパネクス。おお、ちょっと惜しい。ジャパネクスト。あ、そうなん。はい、ジャパネクスト。何時、何月何日？え、何月何日？4月18日。あ、覚えてる。ちゃんと聞いてくれてましたね。あの、すごいよ。はい、あの、見てください皆さん。鈴木拓とマルコスの釣りまっしゃいっていう番組なんで、あのね、あの、すごい、もう初回からもうほんまにすごいから、これは。マジで、ちょっとこの、こんな釣り番組ありなのっていうレベル。今回、ちなみに今日食べた魚は、ジョノクジ、ジョノクジ、ジョノクジなんで。そう。はい。もうその内容がもっとすごいよ。すごいな。だからみんな楽しみにしといてもらえるといいと思いますんで。はい、ぜひ見てください。よろしく。ということで今日はこの辺で終わります。おつまるー。おつたまー。ありがとうみんな。バイバーイ。美味しかったな。お、やるね。はい、みんなも協力してください。行きました行きました猫活動。はい、はい、よろしくお願いします。座る。座る。